はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね日常から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん突然なんですけどもね、皆さんの血液はドロドロですか、それともサラサラですか。まあできたらね、サラサラでありたいとね思いますよね。でもそれにはまずですね、まあ、血液がドロドロっていうのと血液がサラサラっていうのとは、まあ、どのような状態なのかっていうのをね知っておかなければいけません。しかしこれはね結構難しいんですよ。それにはまずね、血液がドロドロ、血液がサラサラっていうのはどのような状態なのかっていうのをね知っておかないといけません。しかしこれはですね結構難しいんですよ。なぜならね、厳密に言うとですね、まあ、特に血液のドロドロであるっていう、そのね、まあ、そういう言葉っていうのは医学的にね、まあ、正確的にとこう定義できる基準値っていうのは存在しないからみたいなんですよ。でまだね、この血液がサラサラっていう基準もないらしいんです。まあ、こんなことを言うとね、まあ、意外にと思われるかもしれませんけども、でも確かにね、そのテレビのね情報番組とかでね、その血液サラサラが体にいいですよっていうのとかっていうのをこうなんか出演してその病院の先生らがねよく説明していますよね。でもまたね、その血液がドロドロになるとですね、血管が詰まりやすくなるとかもねよく言われますけどもね、まあ、僕もね多分言ったことあると思います。でそのね、血液がドロドロ、血液サラサラっていう言葉っていうのは、まあ、非常にね分かりやすく聞こえる言葉なんですよ。なぜならですね、これはねもう日本語やからなんですよ。日本語ね、こう日本人にとってですね、このようなねドロドロとかサラサラっていう日本語っていうのは、まあ、感性にこう訴えかけてるもんなんでね、その皆さんの一人一人の心の中にね、こう血液ってドロドロはダメなんです、血液ってサラサラがいいんですよっていう風にもうこの心に訴えかけてるものなので、もうすごいね日本語としてすごい馴染みやすい言葉でもあるからなんですよ。つまりですね、その病院の先生らが患者さんに説明するときに、血液をサラサラにするお薬がこれですよっていう風に説明してきたことから、こう一般化した結果ですね、まあ、現在のようにその人たちにねこう広がっていた言葉となっているものなと考えられてるんです。しかしね、その自分の血液がねドロドロなのかとかね、サラサラなのかとかね、まあ、あるいはそれをね知ることができるのかっていう問いに答えられる人はね、まあ、そうね多くねないと思います。僕も分かりません、ほんまに。採血してもらってる時にピューってこうね、なんていうんですかね、こう管をね通して、注射のポンプじゃないわ、注射器でこう抜かれるんですけども、それ見てたら、あ、なんか普通に液体やなって感じるだけで、触ったわけじゃないから、ね、分かれへんし、だからその確認できるほどの自分の、ね、血液をね、まあ、それぐらいしか見たことないんですよ。だから分からないんです。ほんでね、まあ、サラサラドロドロっていうのをその科学の言葉に置き換えるとですね、こう粘性を表しているものと言えます。粘り気があるものね。でサラサラは粘性が低い、ドロドロは粘性が高い状態です。でこれを血管の中のね血液の状態に置き換えてね考えていますとね、こう実はね血液はその血球とね液体成分、まあ、血晶っていうのがあるんですけども、それらの2つに分かります。血管の中をね、その血球とね水がねこのさーっと転がっていく、こう滑っていくっていうイメージなんですよね。ね、プールのねウォータースライダーをね滑っていく感じですよね。そんなイメージだと思ってください。ほんで、まあ、一般的にね、その脱水になってる場合とかっていうのは、で言うたらその、水分がなくなってる、ね、少なくなってる状態ですよ。そういう状態っていうのは血液がドロドロという表現することが多いです。つまりですね、ドロドロと例える状態とはですね、血管の中の水が少なくなって、それに比べて血球が多くなっているっていう状態なんですよね。そうした場合ってですね、その細い血管であればね、多くなった血球がね、そのね細くなった血管にこう詰まったりすることってね、まあ、そんなことはないんですけども、なんかそんな感じで想像できますよね。こうしたね脱水状態の時に起こるのが脳梗塞とか心筋梗塞みたいなんですよ。そして、ね、まあ、このようなね梗塞っていうのはですね、この夏もうね、夏も終わりましたけど、ね、この前のまでの夏までぐらいに発症することが多いです。まあ、話を戻しますけどね、そのね血液サラサラ、血液ドロドロっていうのは、まあ、あくまでもね造語であります。まあ、先ほども説明したようにですね、その患者さんに説明しやすいようにお話しする言葉であって、
って医学的に正確な用語ではありません。ほんでね、あの血液のドロドロとしてね、もう一つねよく使われる状態があります。それはねコレステロールの時によく使われるんですよ。特にね LDL コレステロールね、つまりね悪玉コレステロールが高いことを指して使われることが多いんです。ちなみにね、その悪玉コレステロールもね、病院がね、患者さんにね、その説明しやすいように使われる用語であって、正確な用語ではありません。またね、一般のね、使用頻度はまあ結構低いんですけども、高血糖のね、状態もね、血液がドロドロですよとしてね、使用される場合もあります。こちらっていうのはね、血液の浸透圧が高い状態というふうにね、言い換えることができます。このようにね、血液のドロドロっていうのを表す状態としてね、まあ、主に血液が脱水の状態とかね、高 LDL 血症っていうのを、ね、挙げましたけどもね、まあ、この2つは医学的に全く別の状態です。つまり血液ドロドロっていうのを一義的に定義する基準値はないんです。そうなんですよね。だからね、根本的な定義とかって、ね、ないんですって。でそしてね、その逆にその血液サラサラもその血液凝固をね阻害してくれる、その抗凝固薬っていうのをこの飲んでる患者さんでない限りですね、まあ、非常にアバウトな言葉であるということになります。皆さんはね、まあ、僕もそうなんですよ。血液のサラサラの状態にはなりたいと思ってはると思いますけども、まあ、僕もほんまになりたいんです。先ほどのね、血液ドロドロの、ね、状態をね指してね使われるのが多いのがね、その脱水とね、あの LDL 血症であるということなんですけども、そういう状態、まあその脱水やったら脱水の反対の状態になるためにですね、水をたくさん飲んだら血液がサラサラになるんでしょうかっていう問いもあるんですけども、それはねならないです。まあ正確に言えばね、血液がドロドロにはならなくなると思いますけども、水をたくさん飲んだからといっても、あの過剰な水分はね尿から排出されますしね、まあ普通の血液成分にしか、ね、ならないからなんですよ。その以前の動画でもね、その水の飲みすぎはあの水中毒になるから怖いですよってねお話したばっかりですよね。それではね、またその別の問題でしたらね、その悪玉コレステロールを下げたら血液がサラサラになるんでしょうかっていうところなんですけども、確かにね動脈硬化にはなりにくいので、まあ、ある意味血液サラサラだと言えるでしょう。ただしね、それはね心筋梗塞や、ね、脳梗塞のね再発予防のためにね、その抗血小板薬とかね抗凝固薬をねこうね飲んでるこの患者さんらの、まあ、いわゆる血液サラサラの状態とは全く違います。結局要は言葉のあやなだけなんですが、科学的な見解からすると、一つの言葉で異なる2つ3つの状態をね表すことができるので、まあ、こんなアバウトな言葉の使い方はねありえません。しかしね、このアバウトな言葉である日本語の良いところはですね、科学の難しい話っていうのもサラサラとかドロドロっていうね言葉を入れるだけで、もう誰でも分かった気にさせれることなんですよ。もうなんていうんですか、分かった気にさせというか、分かってもらいやすいんですよね。イメージがすごくできるじゃないですか。実はね、その科学的実態や裏付けるものがないね、その血液サラサラとか血液ドロドロっていうのの謎ってね、すごい深まるばかりなんです。でもね、そのね健康機能食品とかね、サプリメントの販売でねよく使われる言葉なんですよね。ほんで果たしてそれをね確かめることがねできるんでしょうか。そんなもん使うんやったらね、ウォーキングしたり野菜食べまくったりとかっていうようにね、その運動や食事に気をつけたりして、この暑い季節に水分摂取を心がける方が健康的だと僕は思います。少なくともそれはね、その血液をドロドロにしない方法であると言えるからなんですよ。そもそもね、血液がドロドロになれへんように気をつけていけばねいいので、まあ、皆さんもねドロドロにはしないというね、そのことを意識してみておいてください。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。